どうも皆さんこんにちは、 DK ボンチャンネルです。今日は日本から持ってきたダイソーで買ったコーヒー、なんていうコーヒーセットでコーヒーを入れていきたいと思います。ダイソーで買ったね、このドリッパーと奥にあるなんていうんだろう、コーヒーフィルター、フィルターで、ここにあるね、5ヶ月放置してたあのベトナムコーヒーかな、どっかのコーヒーを飲んでいきたいと思います。もらったねコーヒーも美味しかったんですが、やっぱり入れたてが美味しいかなと思って、今ある粉はもうこれしかなくて、空いてるやつしかないので、まあちょっと入れていきたいと思います。聞くところによると、プノンペンの水は飲めるそうなんですが、僕は沸騰させるときとか料理のときとかでね、火を通すときは、蛇口の水を使っています。で、通さないときはちょっとすみません汚いですが、あの水ですね、買った下で買った20リットルで100円のあの水を使っています。あっちの水もきれいかどうか分かりませんがね、今回は、熱する火を通すので、蛇口の水を使っていきたいと思います。風が強いかな、大丈夫かな、大丈夫かな、ちょっとねここ風が見えるかな、こっちにね風が通るようになってるので、ちょっとね火は気をつけないと危ないとかね、温まらない時もあります。その時はね下に置いて、料理したりとかしてます。ちょっと見えないかな、じゃあちょっとしばらく待ちます。待ってる間にちょっと、これ買ってきたやつね、見えるかな、100均で買ってきました。なんか中に入ってる、開けていきたいと思います。おー、なんか楽しい。なんか書いてある、こんな感じで見えるかな、こんな感じ。よし、これとこいつも使いましょう。コーヒーフィルターメイドインジャパンって書いてあるな、ジャパン、日本製。準備 OK、 こんな感じ。この保存方法とかどうすればいいんだろうね、そのまま開けたまんまでいいのかな。保留で、5ヶ月前に開けた、このコーヒーを飲んでいきたいと思います。多分これベトナムコーヒーだと思います。違ったらすいません、知ってる方、詳しい方、後でコメントください。あ、来た、なかった、 OK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 。 よし、ちょっと、先にこれを洗いたいと思います。これもらうか、ちゃちゃちゃってダメかな、どうしよう。まあ、日本から持ってきたからね、そこまで汚くないっしょっていうね。うわ、ちょっと、なんや、うわ、OK、 よし、あとは、なんだ、こいつか。しゃ、 OK、 では、今から入れていきたいと思います。ちょっと準備、ガスコンロ下に置こう。で、こいつ使っていこう。カップは好きなやつを使いたいと思います。
こいつ。え、でかいかな。お、ぴったり。わかるかな、このフィット感。結構ぴったりはまるね。よし、で、コーヒーフィルター。